イート極道。それでさ、そのラインが笑っちゃってスタンプで、いった。ちょ、大丈夫？どうしたの？急にヒールが滑って。ヒールが？え？濡れてる。マキのマンション、山田は腕にドクロの入れ墨入れてて、耳にボルトの形のピアスしてる男か？してるけど、まさか。間に合わなかった。ああ、なんてだよ、なんて。通報があったのはいつなんだ？1時間くらい前だ。遺体の損壊の具合、当時の状況から、住居だったアパート5階の窓からだろうって話になってる。現時点じゃ他殺かどうかは不明だ。他殺じゃねえわけがあるかよ。司法解剖の結果を待たなければわからないが、常習者の特徴がある。だから突発的な行動に出たっておかしくはない。チッ、そこまで読んでのことか。わしょ、おい、どこだ？一旦切る。この後牧村のマンションで合流できるか？時間は12時過ぎる。わかった。手遅れだったみたいだな。とにかく牧村さんのマンション行くぞ。ここはセキュリティに不安がある。言っとくけどな、相当ガード固い方だぞ。うるせえよ、変なプライド見せんな。めんどくせえ。最低限の身の回りのものは持ってけ。しばらく戻れないかもしれねえぞ。それからあの女、怪したか？今後事態がどう転がるかわからねえ。逃がすなら逃がせ。意地でも守りきる気なら連れてけ。協力はする。俺の名前は牧村豊。暴力団大番組系今川組の若頭補佐だ。現在大番組系は抗争の真っ最中で、俺も先日抗争の影響でそれなりの重傷を負った。でも今の状況は、じゃあその地下銀行の人は始末されたってこと？ほぼ確定だと思います。俺の認識がずれてるとまずいから再確認させてください。田中さんと山田さんはこの辺りの地下銀行の日本窓口を受け負ってた。そして今日、音焼組は田中さんと山田さんを襲い、田中さんはなんとか逃げられたけど、山田さんの方は消された。音焼組が動いた理由は今わかる範囲だと2つ。1つ目は田中さんが牧野くんに音焼組、回転組の情報を横流ししていたことを察知された。2つ目は地下銀行の窓口というしのぎ自体を狙われた。ただこの2つは両方違和感があります。というのも、1つ目の方は現時点で田中さんが牧野くんに渡した情報はごくわずかで、世間話程度の内容でしかなく、田中さんと牧野くんの接触は誰にも見られてない上に、盗聴の危険性も限りなく低く、音焼組が察しようがないこと。2つ目の方は山田さんをその場で始末しておきながら田中さんを拉致する理由がないことです。俺もいろいろ聞いたり調べたりしたんですが、暴力団が人を消すのって割と簡単で、交通事故に見せかけたり、今回みたいに自分で飛び降りたように演出したり、そういうのってそんなに難しくないみたいなんです。抗争で死者が出たとか、敵の人が殺されたとか、そういうの結構ニュースになりますけど、それってニュースにする必要があるから隠さなかっただけで、抗争ならどこの組織がやったかがわからないと威圧にならないし、邪魔をした敵の人を消すのも暴力団の犯行だって分からせる必要がある。そうじゃないと暴力団への恐怖が薄れちゃってしのぎが成り立たなくなるから、あえて発覚させるんです。だけど本当はできるんですよ。道端の雑草を一本引き抜いても誰も気づかないですよね。そんな感じで存在した痕跡ごと消すことはできます。ただコスパが悪いんで、それを仕事として請け負ったりはしませんけど。ってことは、田中さんをその場で消さず、わざわざ5体満足で拉致しようとしたのも理由があるんです。田中さん、その理由思いつきますか？頼みます。ここだけの話にしてください。はい、もちろんです。俺は音焼組の先代の頃、組の下っ端やってたことがあって、その時に先代から陽介を頼むって散々言われてたんすよ。陽介？三栗谷陽介、先代の後取り息子です。今音焼組の若頭やってる人か。だから俺ら下っ端連中はみんな陽介さんが組継ぐもんだとばっかり思って、その先代通じて陽介さんに行って金や物を送ったり、いろいろ便宜図ったりしてたんですけど、その先代がしばらく前、
当時の若頭に殺されて。甘利組長が組を継いだと。陽介さんは一応若頭になりましたけど、ぶっちゃけそんなのただの組の乗っ取りじゃないですか。そりゃこっちは面白くねえっすよ。だって俺らどんだけ金と手間かけたんだって話で。だから俺は組から離れたんです。つっても杯なんかもらってませんから、接触しなくなったってだけですけど。俺みたいなやつは結構いました。そんでそいつらが組に対して悪さしようとしてたのは知ってます。悪さ？知ってたけど俺は関わってないです。そっちには全然。この話マジで伏せといてください。でないと俺裏社会で居場所なくなっちまう。それはわかりますけど、でもこのままだと田中さんこの世から居場所なくなっちゃいますよ。なのでその辺の情報の取り扱いは一旦こちらに任せてください。はい。じゃあ田中さんは温焼組に害をなそうとする一派には加担しなかったけど、あまり組長が気に食わないから牧野君に温焼組の情報を流そうとしてたと。その情報詳しく聞かせてください。ここしばらくやたらと向こうの組の取引が増えたんです。つっても前から回転組や温焼組は中間とよくやり取りしてましたけど、最近は国が変わって、しかも送金じゃなくて入金が圧倒的に多くて。どこからですか？メキシコとかコロンビアとか中南米っすね。中南米から？いやもちろん俺ら以外にも地下銀行あるんで、もしかしたら送金はそっちの銀行を使ってんのかもしれないんですけど、とにかく俺らはそういう感じでした。中南米から入金、なんでだ？俺はてっきり最近事件であったみたいにアジアのどこかに指示役を配置して日本で窃盗団や強盗団を動かしてるとか、あるいはランサムウェアを使った企業恐喝で大金を得るとか、その手のことをしてると思ってたけど、でもそれだって大半がロシアからだ。中南米と取引するのはおかしい。しかも送金なしの入金？温焼組は、いや違うな、これは絶対に主導してるのは回転組だ。回転組は何をしている？中南米といえば、山田さんってどんな方でした？あいつは日系ブラジル人で普通のチンピラっつうか。田中さんみたいに温焼組に関わりはなかった？ないです。あいつは去年日本に来てそのまんまオーバーステイしてて、ブラジルでやべえことやってたらしくて国に戻れないって言ってました。わしおの話じゃ常習者だったみてえだが、それで銀行の窓口やれてたのか？それはできてた。常時決まってるようなやつだったが、あいつ異様に数字や暗記に強くて、だからメモとか取らなくても絶対にミスしねえんだよ。だからこっちも便利に使ってて。けど お願いします、助けてください。俺何でもします、何でもしますから。ちょっと考えさせてください。俺消されるんすか？いやそういう流れじゃなくて、俺そんな怖い人じゃないですよ。あれだけ脅しかけといて。それは黙れ、牧村さんにとっちゃ通常運用なんだよ。とにかくこの状況あんまり良くないんで何とかします。その上であなたを逃がす方法を考えますよ。こんな風に話し込んじゃったし、もう見捨てるとかできないんで。カジ、ごめん。ゲストルームで仕事してる林田さんにこっちに来てもらって、この人をそっちで休ませて寝かせてあげて。わかりました。俺が同じ部屋で見張ってます。何かされても嫌なんで。あ、そうだね。ヒロ、牧野くんを足止めしてくれてありがとう。もし何も知らずに牧野くんが田中さんのところに行ったら、温焼組と鉢合わせてる可能性があった。危なかったよ。本当にありがとう。怪我とかしてない？してませんよ。大丈夫なんで心配しねえでください。今落ち着かない状況だからちゃんと時間取れなくてごめん。でも後でゆっくり話そう。わかりました。じゃあココは期待してます。俺が考えた限りだけど、現時点では牧野くんたちの方には温焼組の目は向いてないと思う。ただ危険性はあります。彼らが背が高い、メガネ、ヒゲの男という牧野くんの特徴を覚えていて、たどり着かれるとまずい。だから先手を打とう。先手？向こうの嫌がること、
するんだよ。鷲尾さんを連れて御厨若頭に会いに行く。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。いいねとコメントもどうぞよろしくお願いします。実写化、漫画化を目指して頑張ります。